ビルヘルム・バイトリング、ビルヘルム・バイトリング、ビルヘルム・ホワイトリング、1808年10月5日から1871年1月24日は、ドイツ人革命家、19世紀前半ヨーロッパ諸都市で、ドイツ手工業職人の結社運動を指導し、後半ニューヨークで移民労働者の社会建設を唱えた。バイトリングは、ナポレオン軍占領期のマクデブルクで、 フランス人中流兵を父に貧しい女性労働者を母に生まれたバイトリングは母方のせいで両親は結婚していなかった。父は1812年にモスクワ遠征に出たまま帰らず、1822年若くして婦人福祉立ての土弟となる。当時ドイツの手工業職人は昔からの修行場の習わしとしてまたより良い労働条件を求めて、 ヨーロッパ諸都市を渡り歩いた。バイトリングも1826年から1827年頃、腕一本で飯を食うヘン職人となって、故郷を後にした。1830年代初には、ライプツヒの下手作業場で働き、その後ウィーンへ、さらに1835年には、パリへと渡り歩く。彼は、もともと革命騒ぎの多い都市パリで、 亡命ドイツ人の共和主義的な秘密結社、追放者同盟に加入。その後1836年4月一度ウィーンへ行き、1837年9月、再びパリへ戻って、今度はドイツ市工業職人中心の新結社、正義者同盟にか入る。バイトリングは18世紀フランス系盲思想や19世紀フランス社会主義思想を独学で習得していたが、その成果を 諸女作、人類、そのあるが、ままの姿とあるべき姿、大名詞派と、ウ Weezy ISTUN と Weezy s a ン z o l ル a パリ、八百三十七年に盛り込んだ。この著作中では、機械化の促進による、労働の軽減及び時短による自由時間の喪失を要求し、農民や職人が、同時に芸術家や施作家である、共同社会、財産共同体、 ギタージェマインシャフトの思想が打ち出されている。バイトリングは、正義者同盟内部では、指導部のカール・シャッパー派と、しばしば対立していた。1839年5月、パリで、ブランキラ式教会、季節教会が、暴動事件を拡散する。この暴動と正義者同盟のとの関係は、不透明だが、この夜にシャッパーが逮捕され、ロンドンに追放される。これに伴い、 同盟内部は、組織的に打撃を被り、混乱状態に陥る。バイトリングはこの時点で、パリを離れていたため逮捕を免れた。その後、彼は、正義者同盟の再建を起とし、スイスのジュネーブへ移り、雑誌、ドイツ青年の救いを叫ぶ声を召喚。主張、調和と自由の保障を勧告する。バクーニンはこの頃、スイスにおり、共産主義者時代の彼の、見えざる、 独裁理論に、バイトリングの3月革命前の独裁理論は大きな影響を及ぼした。また、若きマルクスに対しても、共産主義思想形成上で影響を与えたことが推測される。1843年、バイトリングは、貧しき罪人の福音を完成させるが、その中では、トーマス・ミュンツァー的な千年王国論、メシア共産主義を解き、実践面では、 社会的貴族、サナル・バンデッドによるトール的な所有権攻撃を提起した。バイトリングはこの福音の起草のために中立州警察に逮捕される。同年秋にはスイスからプロイセンへ護送され、翌1844年プロイセンからも追放され、同年8月ロンドンへ着く。バイトリングと彼の派は、正義者同盟ロンドン本部のシャッパーと、 革命化啓蒙化の路線をめぐり討論を戦わせ、しばしば対立した。彼はまた1846年3月に、ロンドンからブリュッセルへ渡り、マルクス派とも連携を試みるが、マルクスとも革命論をめぐって対立する。いずれの論争も決裂に終わり、バイトリングは1846年末、大西洋を渡ってニューヨークに上陸。解放同盟。 ビフレイングスバンドを設立することになる。バイトリングは1848年革命勃発に再して一度ドイツへ戻るが、1850年にはニューヨークで移住ドイツ人労働者に向けて宣伝機関し、労働者共和国ラプブリックでアルバイターを発行し、1851年アイオワ州クレートンで共産主義的なコロニー、コムニア、 1847年設立の運営に参加、さらには1852年労働者同盟、アーバイターバンドを結成する。こうしてバイトリングはアメリカでも精力的に社会改革、労働運動を継続していくが、その際ニューヨークに来てからのバイトリングの思想と行動にはフランスの社会主義者、アナキストのピエール・ジョゼフ・プルードンの影響がが全強烈に印象づけられる。 それは、交換銀行と共同企業一言で表現すれば、労働者アソシアシオンの標榜である。労働者共同企業と交換銀行の連携による、アメリカ大陸横断鉄道の建設は、そのハイライトである。しかし、アメリカ社会の激しい資本主義的点変の過中で、労働者共同社会を展望するというバイトリングの構想は行き詰まり、1860年代には、政治的、 社会的活動から身を引く。1871年1月、インターナショナルニューヨーク支部の親睦会に出席した、時期、死去した。彼の死後、妻と6人の子供が残された。バイトリングの実践は欧米にまたがっているが、その生涯に形成された彼の思想的特徴は、次の書店に要約できる。 1808年生まれのバイトリングの生誕100年を記念してドイツ社会民主党のフランツ・メーリングはバイトリングの主張、調和と自由の保障を再感した。そのバイトリングは3月革命後亡命先のアメリカ合衆国で次のような架空のニューヨークコミューンを文章にしている。バイトリングは変歴職人活動家としてスイス、フランス、 イギリス各都市で偽人同盟を組織していた頃は、キリスト教的先導家として知られ、多くの職人たちを引きつけて話さなかった。その際、バイトリングを魅力ある存在とした根拠の一つは彼のメシア主義である。そのような発想のもとにバイトリングは、1838年に偽人同盟の考慮的文書として、上述の人類、そのあるが、ままの姿とあるべき姿を発表し、 1841から1842年には雑誌、ドイツ青年の救いを叫ぶ声を編集し、1845年には友人の手で貧しき罪人の福音を刊行する。そしてこう述べる。たとえ暴力的な放棄という手段に訴えようとも、バイトリングの徳、メシア主義的共産主義は19世紀前半期ドイツの主工業職人の心を強烈に捉えた。 コムニステンは、コムニオーン、共同の食事から由来すると語ったり、ヤーベは、モーセの口を借りて、ユダヤ教徒は作取者エジプト人から物品を奪い返せと言ったとして到達をプラスに語りにする。バイトリングは、やがて、アメリカに渡ると、中国で1851から1864年にかけて生じた太平天国を、ニューヨークのドイツ人に報道しつつ、ついに、 中国に貧しき罪人、イエスの弟がメシアとし出現したと宣伝した。公衆前が上帝会、ヤーベの会を組織して、原始キリスト教的平等組織の樹立を目指したことを報道したのだった。しかし、19世紀後半に科学的なものの見方が、人々の間で勢いをつけ、特に進化主義イコールダーウィニズム的な考え方に、労働者大衆と、 社会主義指導者たちが慣れ親しむようになると、メシア主義はそのままの形態や、宣伝方法では労働者の支持を得にくくなっていき、合理主義と物的欲望拡大の前に、無力となっていった。原始キリスト教的製品を旗印とする、プロパガンダよりも、それに変えて、ダーウィニズム的なプロパガンダがが全優勢となるのだった。バイトリング思想の1848年前の、 前期と1850年代の後期の双方に一貫している特徴は共産主義的であると同時にアナキズム的だったということである。その根拠は3月前バイトリングの独裁理論と若きバクーニンのそれとを比較し1850年代バイトリングのアソシアシオンドンとプルードンのそれとを比較するとはっきり認識できる。楽しくご覧になりましたら 高読と良いです。クリックしてください。